次は全員で円のランドリーを行います。柔道のランドリーとは違って、投げた投げられないとかそういうものにこだわらないで、心や腰の周りの勉強と間合いとか体のさばきの練習をします。 はい、やめ。 はい、やめ。以上で東京農業大学合気道の演舞を終了させていただきます。ありがとうございました。 Thank you.
続きまして、イバナ大地でございまして、イバナさん。 実力者たちがこの剣を磨き上げ進化したとか、鹿島神宮に伝わる飛騨地域の立ち、松任剣に特徴を表し、北条僧の方、小立、仮に丸八の技術方より成り、大自然の技巧を取り組み、阿吽の呼吸符を持って行う剣術で、丹念法で一円層大造剣、10日で1万回という荒地を行う。 第一会場は、関口流抜刀術のご演武でした。
きましては平峰大社流、平峰大社流のご演舞です。神殿内に瞑想し一心に精進した。研鑽の日々を過ごす中、ある夜神殿内で瞑想中に幻想感を習得。水に浮かぶ姿に見るに至って突然と悟り、ついに開眼した。居合、憲法、古武足、焼き出し、薙刀、道術を包括した武術である。その後も諸国を修行、武のみならず神道の修行も欠かさなかった。諸法の見学と試合する場合もいたずらに勝ちを求めず、常に相手が画領さんは戸田流、喜楽流等を学び、さらに十数里を学んだ中から無敵流を加えて現在に伝えられているような三流を一家にまとめたのである。
大事会場を称した樋口兼重はジオンの皇帝の一人で源流の極意を終え明王9年に真庭に転住しました。下って13代正貞の時赤穂義士の堀部康兵衛が入門したことで有名です。昭和31年6月に真庭源流道場及び関係古文書168点が群馬県指定史跡に指定されております。また平成3年に真庭源流の方が吉井町重要無形文化財に指定されております。真庭源流の教えは護身の術であり、和の憲法で人を倒すことを目的としない十部の負けに十部の価値ありの精神、徹底的な守り主体の自衛の目標であって11番の霊山竹生島流防術。今から600数十年南北時代の延元2年すなわち西暦1337年北畠顕家が後醍醐天皇の命により鎮守皇帝として東北を治めるため頼長親王を奉じ奥州岩代の国霊山城に入ったこの際、京都で竹生島流防術を習得した者たちも家来として同行し、戦乱の年、道竹に渡りし、以来道竹に防術が継承されてきた。使用の棒は樫材で、長さ6尺2寸を上寸とする。
第2会場は柳生新影流の演舞です。幕末の尾張柳生宗家柳生俊親先生から神戸金七先生に受け継がれた江戸武士の刀法を伝える源州伝新影流です。現在の継承者は
名古屋春風館の加藤勲館長です。気楽流柔術のボエムです。越後の神、長年前田家に仕え、野と末森の合戦には年家に従い、その軍功により13,670石を賜り、後に名人越後と言われた戸田流の流水から発達したもので、本来攻撃してくる相手は必ず倒すことから技の数も多く、柔術を中心に棒、太刀、接戦、十手、なぎなた、ちぎりき、鎖鎌の術など200手ほどの技が伝承されている。気楽流柔術練習館水品道場は長年の活動が認められ、平成27年2月26日伊勢崎市重要無形民俗文化財に指定されました。現在水品俊美先生が第19代宗家として伝承しておられます。第2会場尾張管理僧術に続きまして、無限神道流居合術、無限神道流居合術のご演武です。無限神道流居合術、僧流は武田宗閣の晩年の愛弟子であった山本角義が会津神道西部流と会津小野拝東流両派の権威を集約し、これに大東流愛知の秘宝を加え、14年の歳月をかけて再編成し、無限神道流居合術として創始された結果である。
第2会場は続きまして無双神殿流居合術無双神殿流居合術のポエムです。無双神殿流居合術山川時政の無双式伝へ精神流を正しく伝承していた下村重一の皇帝細川義政の指導が啓示となって大きく改元した。流刀の戦士より幾分とされた流名を提示し武装神殿流として完成した。昭和8年大日本武道会の演武大会において武装神殿流抜刀術と交渉して演武し以来無双神殿流居合として全国に普及され、ここに来ていたのです。ああ、ダンスね、はいはい。まあ、うちの道具も普通にサンプルするから。そうか、そうね。あと武道館、武道館4つの手が多分来年に参加するかもしれない。処理したのは制限者が LOO とか達成したときにね。
第1会場は喜楽流柔術、喜楽流柔術のご演説でした。遠く群馬の地に残り、流祖以来連綿として受け継がれた技は伊勢崎藩に定着した。道流は三極の段をはじめとする砦術を本体としているが、これに専門化しているわけでなく、砲術、剣術、地撃、鎖鎌、長巻、両墳道等の技術も伝承され、それぞれが絡み合い異文化のまま受け継がれたいわゆる総合武術である。三極の段は三方に乗せた杯を取ろうとした敵の不意を突き、それを制するという独特の様式、技法を流祖伝来のまま伝承している。セーフシェー、朝からお願いします。第2会場、続きましては小野杯刀流、小野杯刀流戦術です。小野杯刀流戦術、室町時代伊藤一等祭、伊藤一等祭影久によって創始され、水戸上天禅改め小野次郎右衛門忠明によって継承された。忠明は徳川秀忠の指南役とられ、一刀流の理念と技法を確立し、真剣、羽引き、木刀による組み輪を編み対戦した。さらに忠押しにより技が加えられ今日に至っている。一刀流は将軍家、津軽家、諸大名官に伝わり、日本憲法の代表的流儀となった。一刀流には多くの私有があり、それらと区別するため正統を小野派一刀流と呼ぶ。
さらに大正12年7月より空手を修行し、日本書流の長所と空手の特徴を取り入れ、さらに周り小不足です。竹の内流は三政の国羽賀郷一ノ瀬城主竹の内中司太夫久盛によって創始されました。砦五箇条腰の周り小不足を神から授かったと言われております。久盛の子久勝は元和6年後水の天皇よりその子久吉は寛文3年霊元天皇より広下砦海山の称号と永代東一堂の通り名の五類詩を賜り三代にて流儀を完成しました。以来400数十年の間三十数流の詩流に発展し多数の門弟を育て現在に至っております。Hello, sir. Yeah, I left my bag. I was thinking of you. I'm just going to be on that. Yes, sir. If he's on the air. You guys are just going to be on the air. Yeah! Hey!堀江門から後藤柳生祭に伝わり関西地方で広まった。大阪の大島一学は柳生祭より送電を受けた。現代の流れは大山様が晩年になって郷土の物語り高須賀に帰郷したことに始まる。総水支流小不足腰の周り小不足腰の周りのご演武です。
ちょっとしてごらんなさいんで、サインとかあります。ウェイ！もう少し遊びで。ほっ！ほっ！あ、でも、今、手が。大丈夫です。サインとかあります。うん、大丈夫。あ、まあ、杉田先生がもっとしてごらんなさい。うん、いいよ、いいよ。どっか。ほー！二上藩の主と、二上藩で、竹之内中塚忠という久守殿を務めて、竹之内流小具足、腰の周りを学び、後に一流を起こして、二上流と称した。二上藩之助は、吉野川の清き流れを見て、義理、無限なる号を代護して、二上流を改め、総帥支流と称した。戦国時代末期のことで、将になって、 高見藩の主に筑前の黒田藩に伝えられ、代々継承されてきた。柔術の立ち合いの際、お互いに肘を左右に開いて上げ、背中側に強く振り上げますが、この動作は鎧首打ちで邪魔を鎧の外側に跳ね移す形であって、戦国時代の名残をとどめているものであります。 第一会場は柳生新陰流、新岩流兵法の護衛でした。古文献から交渉すると、江戸時代前期の終わりから中期にかけて、仙台の竹永隼人の創始した流儀である。竹永隼人は神道流、新陰流、朱座流、戸田流の両流を学び、その勝率を選び、 7箇条ずつ3段にして、甲冑、柔、小不足取りを決め、さらに6箇条の剣術も含ませている。
真剣のような気を出してる。第2会場は総水支流国土の腰の周り総水支流の公園部でした。続きまして第2会場野牛心眼流体術。
会場は柳生心眼流平日、柳生心眼流平日のご演舞でした。第1会場は荒木流軍用国徳、荒木流軍用国徳の応援部でした。武器を用いる武器は浅山一流と呼ばれている。
Spread out.
I'm aiming for a magic one with this particular one. Well, let's see how it works. How it goes, I mean, I fucking know how it works. I've tried this out 100 times already, I think. And which one will it? Oh, no, it's not the one I wanted. Too bad. It's this one. Oh, maybe better luck next time.